あ、来た、早速。お、オーガよ。これよりオペレーションサンダーブレイクを発動する。諸君たちは遠藤守のいる80年前の世界で歴史の分岐点を揺さぶりかけるのだ。戦況によっては諸君たちの力を使うことになるだろう。心得ておくように。了解、王が出撃します。おお、なんかすげえいろいろな思惑が交差しちゃってんな。全てはサッカーなき世界のために必ずや任務を成功させるのだ。一方その頃現代では、これがフットボールフロンティア、フロンティアスタジアムか。アジア地区予選の会場なのね。これで下見は済んだな。帰るぞ。おい、あそこにいるの工藤じゃないか。本当だ。よくおめおめとフィールドに戻ってこられたもんだな。誰？あいつを代表監督にするなんて、全く響さんも何を考えてるのか。大事な世界大会でまた10年前のようなことが起こったりしたら。お父さん、行くぞ冬香。疫病神め、なんかありげやな。第2章、アジア予選開始。呪われた監督、工藤の謎。おかわりすー、俺もだ。おいおい、もう3杯目だぞ。朝からよく食うよな。今日から特訓が始まるし、スタミナをつけておかないとな。お、うまそうな味噌汁いただきます。不動が一人で食ってるおい、不動が右下で一人で食ってる。ぷわー、かっ辛い。ごめんなさい、それ私が作ったの、美味しくなかったかな。いや、うまいぞフィペ、こんなうまい味噌汁食べたことないや。本当ですか、ありがとう守るくん。思い出したのか。そうそう、お前ずっと前、ずっと前俺を守るくんって呼んでたんだぜ。それは人違いだと思います。言いやすいから守るくんって呼ぶことにしたの。かたくなに、そこはな。そうなのか、もちろんオッケーだぜ。よろしくなフィペ。おかわりいる守るくん。うん。おい、なんか新婚夫婦みたいになってるね、これ。みなさん、はあ、おはようございます。よかった、ギリギリセーフですね。だから君もみんなみたいにこの合宿所に泊まればいいのに。無理して家から通わなくてもさ。あー、でも俺自分の家じゃないと眠れないんです。お前そんなやつが世界大会行けるわけないやろ。お前今から世界行くねんぞ。ママに子守歌でも歌ってもらってんだろ。おい、フド、相手にしちゃダメだよ。自分の絵じゃないと眠れないなんて可愛いじゃないか。フォローになってないぞヒロト。ふふ、朝ごはんの後は特訓だよ。食べ終わった人からグラウンドに集まってね。行くか、じゃあ。でもちょっと待てい。お前さんたちに伝えたいことがあるぞ。これからはサッカーボトルで処理すると仲間にしてほしいという選手が現れるかもしれん。仲間にするかどうかは自由だが、頼りになる選手ならきっとチームの強化に役立つはずだぞい。それとお前さん、ナウナヤングに大流行りのガチャというのを知ってるかい。ガチャ、何ですかそれ。ガチャというのは商店街のゲームショップ前なのに置いてある赤いマシンのことだぞい。なんとこのガチャを使えばミニバトルなど一度勝ったキャラを仲間にすることができるのだ。そのもガチャスカウト、どのキャラが出てくるかはやってみてのお楽しみじゃ。ちなみにガチャはいろんなところに置いてあるから探してみるといいぞい。はい、つまりミニバトルをやればやるほど仲間を増やせるところですね。そういうことだ。そうすればレベル上がるし仲間も増える、一石二鳥だな。はいはいはい、サッカーバトルで勝利すると仲間になる選手たちがいる。でこれコインやね。うん、
ちなみに仲間が増えた場合は編成を使って整理するといいぞい。編成は合宿所にいるわしの三つ子の弟に声をかけると使うことができるぞい。はいはいはい、仲間をねこれね入れ替えたり伝えたいのはそれだけだ。それじゃあ今日から特訓頑張ってくる、頑張ってくるんだぞい。オッケー、まあまあ今はまだそんなメンツもいないで変えることもないと思うんですけど、おいおいね、いろんなやつをスカウトできたりもするから、それを入れ替えたりする可能性もあるよね。まずは FFI アジア予選へ向けて特訓を始める前に言っておくことがある。いいか、お前らの実力など世界に比べればゴミみたいなものだ。はっきり言うや。なんだその顔は。まさか自分たちが世界レベルだなどとうぬぼれていたわけじゃあるまいな。でも一応一時出してますけど。高円寺、吹雪、木戸、そして遠藤、私はお前たちをレギュラーだとは全く思っていない。あー、なるほど。確かに、でもその満身は良くないかも。私にとって過去の実績など何の意味もない。試合に出たければ死ぬ気でレギュラーの座を勝ち取ってみせろ。以上だ。確かにな、その満身良くないかも。暴殺するな、練習始まってるぞ。は、はい。なんだか大変なことになってきたね。練習を始める準備ができたら私に声をかけてね。じゃあ練習するか。まあ確かにな、ゴーエンジ、キド、フブキ、エンドに関してはもう 100% もうスタメンでしょみたいな感覚にはなってるやろうね。うん、激しい。もう瞬間移動してるや。瞬間移動してるや。シュッつってサッカーやってる時の音じゃないねんけど。これどうなってんねんこれ。な、なやこれ。いいぞキド、行け、カズマル。早いでしょ、これが稲妻ジャパンよ。はっ、シュンってなんやねん。そう、ナイスザウォール、ナイスだ神山。あ、飛び高くにボールが空振りですね。本当に素人みたいです。カズマル、肘肩にパスだ。肘肩、もらった、ヒロトさんお願いします。ち、しまった。トマラ君すごい動きだわ。でもどうして自分でシュートをしないのかしら。しまった、逆を突かれた。止めろ神山、任せてほしいっす。ザ・ウォール、ストップ神山。なんだお前は。俺なんかしたっすか。なぜもっと前へ出ない。さっきから見ていれば守ることばかり、守ることしか考えていない。ディフェンスなど私のチームに必要ない。え、それからカズマル、なぜ肘肩にパスした。軌道が言ったからか。お前は軌道の指示がなきゃプレーができないのか。ちょっと待ってください監督。おお、ふーん、なんか面白くなってきたかもな。まあでも確かに1でやるかもしれんね、言うことは。あら、プレー。うわ、おい、お前何すんだよ。いいぞフド、ナイスチャージだ。え、おいフド、こっちこっち、パスパス。なんか天の弱みたいなことしてる。誰がお前なんか。いいぞフド、そのまま持ち込め。あいつのプレーはチームのことなんてまるで考えていない。それなのになぜ工藤監督はあんな独りよがりのプレーを褒めるんだ。不動なんかには負けない、レギュラーは必ず勝ち取ってる。まあでもそのあれかもしれんな、一旦そのなんか仲間意識をやめて全員ライバルやと思うよっていうメッセージ性があるのかもしれない。なんだか嫌な雰囲気だ。本当にこんな本当に大丈夫なのかな、この監督で。確かにちょっとね、若干その仲の良さっていうのがマイナスになってるかもしれないね、今の稲妻ジャパンはね。やっと渡るやんす。これからこれまさか初日からこんなにハードな練習させられるなんて。で、遠藤くんはどう思う、あの監督。どうって確かにちょっと変わってるなと思うけど、でもいい監督なんじゃないか。
思ったことははっきり言ってくれるし、きっと俺たちが変わらなくちゃいけないんだよ、世界を目指すためにはさ。ならいいんだけど。ん？あの二人何してるんだ？お、二人が怪しい後をつけていいやろ別に。おいちゃこらしてんかこら、校舎裏で。おいまさかできちゃってんか二人で。そういうことか、そういうことなのか。おいバカ、物質でかくなってね。え、物質でかくなってる。こんなでかくなかった、もともとなんか小屋みたいなやつが一個ポンって立ってただけやのに、なんかでかくなってる物質が。何こそこそしてんだい。え、サッカー局に忍び込む。し、声が大きいです。メガネさんはこのままあの監督に任せて不安じゃないんですか。それはそうですけど、だからといって忍び込むのは。おわ、皆さんいつからそこに。落ち着けって、サッカー協会に忍び込むってどういうことだ。サッカー協会で工藤監督の記録を手に入れるんです。パソコンでも調べたんですけど、いくらやっても該当なしっておかしいでしょ。記録が残っていない。日本代表監督になるほどの人なのに確かに変だな。でしょ。ね、キャプテンたちも一緒に行きましょうよ。うるせえな、なんかトラブルなわけ。なんでもない、貴様には関係ないことだ。へいへい。エンド、これ以上騒ぐと面倒なことになりそうだ。早くサッカー協会に行くとしよう。富田が虎丸、お前たちも一緒に行こうぜ。練習終わったんだろ、どうしようと俺の勝手だ。それはそうっすけど、なんか嫌な感じっす。ギロひぃ。富田か、一緒に行かないか。俺たちお前のことをまだ何も知らないからさ。俺は知ってもらうほど大した人間じゃありません。ありがたいですが失礼します。遠藤だけなら礼儀正しい。キャプテンだからか、よくわからないやつだな。さあ行きましょう、早くしないとサッカー協会が閉まっちゃいますよ。南東京エリアのサッカー協会に行けるようになりました。これなあ、あと初期メンツ、あ、ブログも更新されてますやん。工藤監督は何者でしょうか。うん、パソコンで調べても工藤監督のデータがないなんてやっぱり変です。こうなったらサッカー協会忍び込みましょう。その行動力はすごいけどな、本当にな。ここがサッカー協会か。全日本サッカー協会。ここがサッカー協会か。係りの人に見つからないうちに早く工藤監督の記録を探さなきゃ。いや普通に中学生がやることじゃないと思うけどな、それ。危なくないか。だからこれで不祥事起こしちゃったみたいなさ、だったらもうパーよ。あ、なんだ、シュートプラス、これスキルってことはなんか常時発動するステータスアップ系かな多分。どこ行けばいいんだ。でも話聞くか。後ろの扉から白い室に行けるぞ。だが勝手に相手にするなよ。え、じゃあなんで喋った。行くに決まってるやん、そんな言われたら。後ろの扉ってここか、ここにあんのか、なんか扉が。なんで喋った。完璧にこいつが悪いわ。それは喋んな、そんなこと。警備員が当たり前のように入ってるし、しかもゾロゾロと。工藤、工藤、おーっと、ゴレスよ。ババカ、声がでけんだよ。二人とも静かにするやんす。あ、やばい、ケビン、お前たちそこで何をしている。全く無断で忍び込むとはな。大事な世界大会の前にこんなトラブルは困るよ。ほんまやで、ごめんなさい。やはり工藤に任せたのが間違いだったんじゃないか。あの呪われた監督に。呪われた監督、それってどういう意味ですか。なんだ、君たちは聞かされていないのかね。ま、言えるはずもないか。君たちが探しているのは工藤の資料だそうだね。いいだろう、特別に見せてあげよう。そうすれば全てがわかるさ。なんだ、え、
工藤監督がサッカー部を潰した？資料によると工藤監督は10年前桜木中の監督をやっていたみたいなんです。桜木中はその年フットボールフロンティアの予選を大差で勝ち進んでいたんです。でも決勝戦前になって工藤監督は事件を起こして決勝戦は棄権に。工藤監督が事件を？だから呪われた監督ってわけか。そんなやつ本当に信じていいのかよ。でもな、人見子もそんなことあったしな。なんだかんだ毎回サッカー部の監督になってるやつでなんかそんな噂ばっかって気がすんねんな。何言ってるんだ、俺たちが監督を信じないでどうするんだよ。それはそうですけど、それに工藤監督を疑うってことは連れてきた響監督を疑ってるのと同じだぞ。皆さん、あれ、木野先輩から電話だ。もしもし、お隣さん、あのね、ちょっと困ったことになっちゃって、知らない外国の人たちが遠藤くんに会いたいって来門中に来てるの。私たちだけじゃどうしたらいいかわからなくて、お願い早く戻ってきて。知らない外国の人って一体誰でしょうね。とにかく来門中に戻りましょう。知らない外国の人？あ、いるじゃん。だから聞いてるだろ、ミスター・エンドゥはどこかって。なんだね君たちは、そんなことを校長の私に聞かれても。来た、ミスター・エンドゥミスター・エンドゥ、うむ、実物は意外と小さいのだな。なんだよ、会うなり失礼なやつだな。ソーリーソーリー、ジャパニーズは気が短いんだな。俺はただジャパンをインベーターから救ったチームのキャプテンが見たかったんだ。インベーターってもしかしてエイリアン学園のこと？あ、エイリアンって言わへんのか、海外。キャッ、あそこにいるのニースじゃない。いや本当だわ、兄様こっち向いて。いや子猫ちゃんたち、ラブコールありがとう。キャッ、子猫ちゃん、ニースニース、そっか思い出した、ニースドルフィン、 FFI のオーストラリアの代表チーム、通称ビッグウェーブスのキャプテンです。ハンサムな上にサーフィンの腕もピカイチ、世界中にファンがいるらしいですよ。あ、これ津波のライバル来た。へえ、お前もサーファーなのか。じゃあ俺と一緒に波乗りに行こうぜ、いいとこ紹介してやるぜ。君と、はい、冗談はよしてくれ。俺たちはオーストラリアのビッグな波で心と体を鍛え抜いてるんだ。ジャパンのスモールな波で満足してるようじゃたかが知れてるんだ。なんだと、津波よせ。やっぱりジャパニーズは気が短い。何急に、何やこの急に、ね、な、囲まれたけどな何がしたいねん、急に囲まれないけど、なんだ今の動きは。お前たち一体何をやってる。手を出していないだろうな、こんなことをして出場停止になったらどう責任取るつもりだ。すいません、監督、何もそこまで怒らなくても。ハム、この調子だと稲妻ジャパンも大したことはなさそうだよ。監督を使用できていないチームが世界を相手に勝てるはずもない。お前たちも合宿所に戻って休め、明日の特訓に遅れることは許さんぞ。でもこの熱はあるよな、監督。見たか、あいつらの動きを、一瞬で津波を取り囲んでしまった。あいつらに囲まれた時すっげえ息苦しかった。なんか行き場がないっつうか、そう、まるで箱の中に入れられちまってるみたいな感じだ。みんな大丈夫？晩ご飯の準備ができてるから休みたい時は声かけてね。今日は休む？今日はじゃあ休みますか。なんかあの、でも津波囲った意味あんのかなあれなんだあれ急に囲まれたけど、ハンコアクタット終わり。え、もう食べちゃったんですか。皆さんよく食べるから作るのが間に合わないですよ。不動と不動が一人やし、あいつもなんてっけ、飛びたかも一人や。ごめんね、手伝わせちゃって。今日は人手が足りなくてね。でも虎丸くん料理上手だね、家でも手伝いとかしてるの？まあ、
あれどうしたの冬香さん、それ食べないの？あ、そっか、冬っぺはそれ食べられないんだったよな。じゃあ俺が代わりに食べてやるよ。え、どうしてそのことをしてるの？どうしてって、小学校の給食の時いつも代わりに食べてたじゃん。でも遠藤くん、冬香さんは遠藤くんの幼馴染の冬っぺさんじゃないんでしょ？あれ、そっか、もぐもぐ似てるだけ。まもるくん、私、まもるくんとどこかで会ったことがあるの？もしかしたら勝手にまもるが思ってるだけかもしれない。もうこんな時間だ、急いで帰らないと。あれは響監督と富高さん。富高さん一体何をしてるんだろう。ほう。そして次の日、雷門中の奥にある裏山と呼ばれるところでは、なんかこの2匹のワンちゃん、え、なになになに、あ、これジオーガの方か。ここが80年前の日本か。ああ、想像したよりも泥臭えな。しかし遠藤を守るってのは響提督が脅威に思うほどすごいやつには見えないかな。出たー、ミストレー。こいつ結局最後まで男か女かわからんかってんな。なあ、さっさと遠藤を守るを排除してこんな時代におさらばしようぜ。それはできない。予想外の行動は俺たちの時代にどんな影響を及ぼすかわからない。俺たちの命令通り歴史の揺さぶりから行う。ミッション開始だ。何や、歴史の揺さぶりって何するつもりだ。なんだ、今あっちの裏山の方が光ったよな。へえ、そうやった。誰かがでっかい花火で打ち上げたとちゃう。うん、そんなんじゃない。なんか気になるな。来た、2人。よし、遠藤に会うのは後回しだ。裏山へ行ってみよう。ガールズ、なやて、ちょい待たんかい。ガールズや、ガールズ。のりかわさん、こっちこっち、パスやんす。チームの雰囲気が悪くなっている。これもフードのせい、そして監督への不信のためか。あれ、そういえば工藤監督はもう出かけました。 FFI アジア予選トーナメントの抽選会が今日なので。そっか、僕たちもお昼から出かけるんでしたね。一体どこと当たるのか。昨日のオーストラリアの動きすごかった。あれが世界のレベルなんだ。早くあいつらと戦ってみたい。世界中のすげえやつらとサッカーがしたい。でもチームがどんどんおかしくなっていく。本当にこのままでいいのか。くそ、どうしたらいいんだ。教えてくれ響監督、じいちゃん。よう、みんな、陣中見舞いに来てやったぜ。お、ソメガ君、それにみんなも。傷だらけだな。そんなに特訓頑張ってるのか。ああ、FFI には選手起用の特別ルールがあるからだ。何それ。特別ルール知らないのか。試合ごとに代表選手を入れ替えることができるんだ。つまり今代表メンバーじゃなくても代表メンバーになれる可能性があるってことだ。それ大丈夫な、ルール上。でもルールで設定されてんのか。なんかどうとでもできそうな気がするけど、それ。俺は諦めねえ。絶対に代表になってやるぜ。そのか、みんな。選ばれたものは選ばれなかったものの思いを背負うのだ。そうだ、迷ってる暇はない。とにかく今やるだけだ。そのやかたちのためにも。そういえばさっき遠藤くんに会いに来たとかいう女の子がいましたよ。なんか裏山の方へ走っていたんで顔はよく見なかったんですが、お知り合いじゃないんですかね。女の子、キャプテンのファンとかってなわけないですよね。それはどうかな。トーナメント抽選会まで時間もあるし、特訓がてら行ってみたらどうだい。裏山、北東京エリアの裏山に行けるようになりました。お、来た。裏山なんて今までなかったよな。おかしい。
門中はこの辺りだと思ったのに迷っちゃったみたいだ。もう今頃ダーリンとランデブーしとるはずやったのに。どないしてくれるん。どうこ、それにリカじゃないか。まあ、この二人はあれやね、エイリア学園の時に一緒に戦った二人やね。リカは一ノ瀬のことが好きやけど、一ノ瀬アメリカに行ってます。って、あれ、ダーリンはどこどこ、どこにおるん。ああ、一ノ瀬くんならですね、アメリカに行きました。ダーリンがアメリカに。うちに黙って行くやなんてどういうことやねん。めちゃくちゃメンチ切られてるやん。デコ合わせて賑やかな方たちですね。ふふ、そうでしょ、一緒にエイリア学園と戦った大切な仲間なの。仲間ですか、いいですね。今は冬香さんも仲間でしょ。あ、はい。ねえねえ遠藤、久しぶりにサッカーしようよ。私の新しいチームとさ。新しいチーム。そう、女の子だけのチーム。私代表選考に呼ばれなかったのが悔しくてさ、それでチームを組んで練習してたんだ。男の子には負けないってとこを見せてあげるよ。よし、受けて立つぞ、早速勝負だ。あ、遠藤君、仕方ないな、トーナメント抽選会が始まるまでだよ。あ、練習開始。はい。あ、お前じゃないか、こっちか。はい。これ11対11かな、4対4か。あ、タッチピンを出せってことは11対11や。お、操作ガイド。あ、シュートブロックね。はい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 。 S ボタン、まあロングシュートやね。シュートチェーン待ってと。裏山、稲妻ジャパン女子先発チーム。さあ来た。メンツ的にはね、いや吹雪とか出した方がいいと思うんだよね。飛び高は今んとこいいかな。で、小暮立ち向かい不動、全員ポテンシャル高いからな。全員ポテンシャル高いのよ。扇風陣後ろの照明、そうですね、こうで、んでヒロトと虎丸はね、一人ワンツー今いいかな。いや、こいつあかんな。こいつ出したらパールもらうな。まあこれでいくか、とりあえず。オッケー、一旦これでいこう。さあ相手は、あー、いろんなとこから集めてきたんだな。レベル14は高っ、マジ。あ、縦の前でこいつあれやん、 SP のやつやん。懐かしい、懐かしいやつがいっぱいおるわ。くぜ、え、レベル高くね。オフサイドにならない。さあ行くぜ、爆熱ストーン。ドラー、さあ止めれるか。スラッシュネイルギャルかよ。あいや、まあ無理、ネイルごときじゃ溶けます、溶けます、そのネイルは。この調子でいくぞ。スラッシュネイルってギャルすぎるやろ、技がギャルすぎる。いやー、これヒロト打てるか。シュートブロック入りそうな気すんな、こいつ間にいる。流星ブレイド V2。 あ、入らんかった、オッケー。ネイルで止められるのか。あ、花吹雪や。はい、どうなるこれ。はい、残念残念。張り切っていこうぜ。そんな吹雪、花吹雪ごときじゃ
私たちには勝てません。あんまなめんなよ。はい、前半戦終了。まあ余裕かな。まあ余裕ですね。めっちゃ書いてくるやん。めちゃくちゃちゃんと書いてくる。パスパスからのパス、そしてさらにパス。あ、まあ一人ワンツーでいいか。ザッタワーはきついか。ザッタワーはきついな。 V2 やしっかり進化してる。ザッタワーもまあさすがに。でも何してんねん、どこ飛ばしてんねんこいつ。あーまさかだ、まさか。タックルで止めよう。フィジカルで負けるはずがないだろ神山が。見ろこのだ、なんでやねん、まあ、ここのファールってもうまずい。止めろ。キャーなあ、お前心配どこ見てんのお前。おいファールロスギャロ、どこ見てんだよ。女に優遇しすぎや、お前女に優遇しすぎやって。ちょっと平等に審判しろって。ちょっと左側行け。あ、後ろの正面か。お前これファールやろ。おい、なんでこれファールちゃうねんお前。完璧にファールやろ。膝かっくんは、膝かっくんやっていいサッカーなんて聞いたことねえぞ。なんでなんだよてめえこら。おい、おかしいこの審判。女優遇がひどい。こいつ女優遇してくる。ここでパスしとこうぜ、時間切れまで。あ、間違えた、オッケー。しゃあ4対0余裕やな。お、水星シュートクリマス覚えた。めっちゃレベル上がった、いいね。お、投稿に声かけよう。はい、いい勝負だったね。まだまだ練習試合やりたいけど今日はもうここまでにするか。はい、うん、分かった、今日はここまでだね。ふう、楽しかった。やっぱり遠藤たちとのサッカーは最高だよ。また一緒にやろう。私たちならいつでも相手になるからさ。よかったね遠藤くん、これから他のチームと対戦ができるみたいだよ。それでは対戦の手続きはこの僕が。そいつはわしらに任せとけ。いい、この声まさか長男、次男、三男。対戦の手続きはこのわしら古株三兄弟が全部引き受けた。今回もぼちっと選べばすぐ対戦できるエクストラ対戦ルートを用意したぞい。ちなみにエクストラ対戦ルートの窓口は平井校長がやってくれるらしい。対戦したい時に合宿所にいる1階にいる平井校長に声をかけるといいぞ。出たエクストラ対戦ルート。わしはいつも稲沢ジャパンの味方だぞ。では頑張れよ。だからそれ僕の仕事ですってば。古川さんたちどこ行ったんや。その先はただの森やぞ。まあまあ、とにかく対戦したい時は平井校長に頼みましょう。せやな、これからどんどん新しい対戦相手が増えてくるかもしれへんで。それじゃあ FFI のトーナメント抽選会行きましょう。遅れたら怒られちゃうよ。ほんとだ、抽選会はサッカー協会であるんだよな。急がないと。抽選会か、まあ、アジア予選なんでね。予選を勝ち抜いてからのさらに世界大会っていうワンクッションあるんですよ。だサッカー協会行きましょうか。さあどんなやつを戦うことになるのかね。おお来たかね。そろそろトーナメント抽選会が始まるところだ。一体どこにどこと当たるんすかね。なるべく弱いチームにお願いしたいっす。アジア予選にそんな弱いチームが来るはずないでやんすよ。さあ行くでんす。皆さんお待ちかね、第1回 FFI アジア予選大会組み合わせの抽選会が始まります。 FFI は全世界を5つのエリアに分け挑戦を行います。そのうちの一つはここのアジアエリア、代表となる1カ国を決めるのですが、このアジア予選なのです。果たして本戦の場ライオコット島に進むのはどのチームなのか。お、抽選が始まるようです。
まずは韓国代表ファイヤードラゴンからだ。アジア最強と呼び声も高いファイヤードラゴン、果たして抽選の結果は。3の A、 わかんねえ。韓国3の A、 韓国は3の A、 3の A にファイヤードラゴンの文字が入りました。次はオーストラリア、こちらも優勝候補ビッグウェーブスが代表です。ビッグウェーブス、昨日のやつらか、チキシュア。津波落ち着けて。オーストラリア1の B、 1の B、 オーストラリア。ビッグウェーブスは1の A、 1の B です。カタール2の B、 サウジアラビア4の B。 次はいよいよ日本代表稲妻ジャパンの抽選です。果たして対戦相手はオーストラリアかカタールか、それとも韓国かサウジアラビアか、どこになるんだろう。日本代表稲妻ジャパン1の A、 決まりました。稲妻ジャパン1回戦の相手はオーストラリア代表のビッグウェブスです。試合2日後、これは大きな試合になりそうです。はい、マムルク、これが FFI アジア地区予選のトーナメント表。日本、稲妻ジャパン、オーストラリアで、次タイとカタールがあって、優勝が、韓国、ウズベキスタン、中国、サウジアラビアって感じか。なるほどな。トーナメント表は見る画面で情報、はい、FFI でいつでも見れることができるから。いきなり優勝候補との試合か、相手にとって不足はないな。噂では奴らには相手の攻撃を完全に封じるフォーメーションがあるらしい。この間の動きを見ても戦術に長けたチームであることは間違いないだろうな。そうね、そんなチームに勝てるでやんすか。面白いな、さすが世界大会だ。そんなすごい奴らとサッカーができるなんて燃えてきた。守君、強い敵ほど燃えるか、遠藤らしいな。なんか勇気が湧いてきたっすよ。せっかくここまで来たんだし、やるだけっすよね。よし、みんな早速ライモンチーム打って特訓しよう。打倒オーストラリアだ。おう、さあ特訓だ。グラウンドへで戻ろうと。まずは初戦はオーストラリアに決まりましたか。アジアの予選だけで合計3回戦わなあかんのかな。お、マッハ、なんかお前見た目ええやん、なんか強そう。お前世界大会行くか、マッハ。なんかお前がチームに入ったら俺は風回りより速くなるみたいな。お前じゃねえんだよな、コンペイト。稲妻ジャパンと共に世界一になることを夢見ているようです。兄弟が10人いるせいで静かだと逆に落ち着かない。まあでも稲妻ジャパンにはちょっと結構いい感じ、仲間には一人とくか。じゃあ次回お前、なるほどな、お前来んのか急に。コンペイト、コンペイトいけるかお前。お前はちょっとチームには入れないかな、まあ、なあ。これからお前たちに練習方針を伝える。オーストラリア戦までの2日間練習を禁止とする。合宿所から出ることも許さん。え、練習禁止？待ってください、俺たちは日本代表になったばかりでチームとして完成していません。オーストラリア戦まで2日間はチームの連携を高めるために使うべきです。従わないならチームを抜けろ。 FFI アジア予選は負けたらそれで敗退なんですよ。あなたは桜木中サッカー部を廃部にしたように、俺たちも潰すつもりなんですか。おい、キド、空気悪くなるやんけ、お前そんなこと言ったら。マモル君、合宿所にみんなの個室を用意したの。お互いの行き来は自由だけど、合宿所から出ることはできないから、きちんと準備してきてね。工藤監督は何を考えてるんだ。とにかく準備ができたら合宿所へ行こう。準備できましたけど、でも練習できないだなんて、本当に大丈夫なんですか。あと2日間、練習禁止。オーストラリア相手に練習を禁止するなんて、工藤監督何をしたいのかさっぱり分かりません。本当に勝てるんですかね。お父さんには考えがあるはず、皆さん信じてあげてください。おー、信用してんやな、冬っぺは。冬っぺは信用してるんや。別に、まあ、何か作戦あるんやろうね。うん、はい、
げえな、個室まで作ってくれるとは。綺麗に一列に並んで。結構広いやん。ダメだ、じっとしていられない、俺サッカーしたい。やっぱみんな出てきてる。やっぱりみんなもか。戻って、守君。監督、練習をさせてください。個人のレベルアップのためにも。うるせえな。たった2日練習できねえくらいで自信をなくしまうなら代表辞退するんだな。まあ確かにな、それも一理ある。確かに。監督、それじゃあ俺失礼します。どうなってんだ監督。俺もギロ。ヒヒ、なんでもないっす。津波どういう部屋。津波の部屋どういう部屋。小細工なんか性に合わねえ、堂々と出ていくぜ。あのニースとかいう野郎にどっちが本当の海の男か分からせてやる。逃げ出せる。お、行けそうか。どうしたらいいんだ、練習したい。出てってください、ここは関係者以外立ち入り禁止です。なんだ玄関の方から聞こえてきたみたいだぞ。お、一体何が。声がした方向へ行ってみよう。誰か来たん。合宿塾から出たらいけないんだ。あれ玄関でどこ。こっち。あ、こっちか。あ、ここだ。あ、飛びたか。スズメ、何の丸だ。飛びたかさん、話があるんす。付き合ってくれますね。外で練習はしません。ただ、あいつらとはけじめをつけなければならないんです。けじめて。おい、飛びたか。キャプテン、すいません、外出してきます。すぐに戻りますんで。出てっちゃった。エンド、お前たちは戻れ。合宿所から出て、出る許可は出していない。ブツブツ、なんで飛びたかさんと虎丸だけ動えつ。ちゃんと戻るんや。飛び高さん、戻ってきてください。俺たちをつるんで青春しましょう。玉遊びなんかやめて。玉遊びだと。ひぃ、スズメ、もう一度サッカーを玉遊びなんて言いやがったらただじゃおかね。すいません、でもチームは飛び高さんがいないとまとまらないんですよ。ふっ、俺の知ったこっちゃで。自分たちで何とかしろ。俺はサッカーで世界を目指す。もうお前たちとは縁を切ったんだ。なんでや、飛び高をそこまで突き動かすものは何なんや。見捨てるんですか、俺たちを。ああ、そうだよ。じゃあな。飛び高さん、なんでそんな風になっちゃったんですか。俺たちよりそんなにサッカーがいいっすか。飛び高さん、俺は決めたんだ。サッカーに全てをかけると。え、なんで。なんでサッカーに全てをかけるんや、飛びたか。お前をそこまで突き動かす思いは何なんや。合宿場で個室戻ろう。はい、待ってんな。あれ、なんだこれ、どっかで見たことあるような。その説明をわしに任せとけ。うわ、また来た。その光ってるシンボルの名は稲妻シンボル。そのシンボルがあるところでは熱血特攻ですることができるぞい。熱血ポイントを使って能力を上げることができるお役立ちスポットなんだ。初回お試し旅で熱血ポイントをやるぞい。お、熱血ポイント100を手に入れた。まあ100秒一気にしかずだぞい。ほれほれ、レッツトライ。さあ、じゃあ熱血特訓しますか。これが熱血特訓。コントロールを上げるための場所。はい、コントロールね。そうですね、ヒロと強化していくか。じゃあ
怒られんぞ怒られるぞそれは。うん、この特訓面白い。なんだかパワーアップした気がするぞ。全国にはいろんなとこに稲妻シンボルがあるから、いろいろ試してみるといいぜ。では頑張れよ稲妻ジャパン。お、厳しい特訓に対して選手のパラメータアップだと。これ結構大事だよね実はね。そうか、ボールさえあればここでだって特訓ができるんだ。だったら富高のサッカーはお世辞にもうまいとは言えない。なぜ代表に選ばれた。工藤監督はこのチームをどうするつもりなんだ。このと遠藤の部屋からか。あんま部屋の中で壁打ちせん方がええぞ。こんなことで諦めてたまるか。ここでだって特訓ができる。ボールを壁に蹴って跳ね返ったボールに反応する。とっさの判断力をつけるんだ。我慢できなくてとうとう部屋の中で始めたみたいだな。キド、俺は工藤監督を信じる。遠藤が信じてる限りな。お前その呪術つなぎ同士の信用やめろそれ。なんか不安定になるからそれ。いつか遠藤は響監督が信じるから工藤監督を信じて、で豪炎寺は遠藤を信じるからその響監督を信じるっていう、そのなあ、工藤、響、遠藤、ゴエジュ、その呪術つなぎの信用はやめとけ。いつか薄れていくぞ。そしたらなんか虎丸とかがさ、ゴエジュさんが信じるなら僕も信じますみたいなさ。なんだ二人ともそんなところで立ってないで、こっち来いよ。なあ、世界一って考えたことあるか。 FFI にはすげえやつがいっぱいで、そいつらとプレイができるんだ。しかもそいつらに勝ったら世界一になれるんだ。じっとなんかしてられない。俺さ、みんなと見たいんだ。勝ち残った者だけがたどり着ける世界一のサッカーってのはさ。あ、そうだな。だから挑戦しようぜ。世界一に FFI で優勝するんだ。世界一に、世界一に。ノリノリじゃないですか。世界一に。みんな聞いてたのか。遠藤さん、俺も諦めてません。部屋の中で特訓頑張ります。うん、このスペースのなさ、ボールをキープする練習にはぴったりだよね。監督の指示に納得がいかないからと立ち止まってるだけではダメだ。どんな状況だとしても今できることを精一杯やるだけだ。よし、優勝するぞ。特訓だ。ちっ、気づくのが遅いんだよ。うるさくて眠りやしね。なんか知ってますよ感出すね。でも多分不動が一番あれかな、監督の意思というかを汲み取れてる人間であるんかな。まあ名前も似てるしな、不動と工藤で。でもそういうところにシンパシーがあったんやろうな。シンパシーを感じたんやろ。あ、番号ができたら。はい、熱血ポイントはでもいろいろ使うことになるからあんま先に使いたくない。あ、刑事や、懐かしい。いらっしゃい。で、なんだお前か。なんだはないだろう。お前のまずいラーメンをわざわざ食いに来てやったんだ。鬼ヶ原警部や、今日は珍しい顔が来てるみたいだな。どうだ、稲妻ジャパンはなかなか熱いやつらだろう。特にあの遠藤守は熱いだけでは世界とは渡り合いません。まあそりゃそうだな。お前が遠藤たちを部屋に閉じ込めているわけ俺にも分かったぞ。さすが工藤、いい判断だ。まあいつらは恨んでいるだろうがな。恨みを買うのは慣れています。ではちゃんと作戦があんやな。愛想のないやつだ。10年前と変わっちゃいねえ。なあ、あいつもまたあの男に運命を狂わされたやつだ。そいつが代表監督になるなんて俺にはまた何か運命が動き出してる気がしならないんだがな。ふっ、そんな心配するとはお前も年だな。うっ、うぐぐっ。おい響、どうした。おい響さん、まさかあんた。なんでもない、少し疲れただけだ。立ちっぱなしは腰にくるんでな。なんだ驚かすなよ、年のことはお互い様のようだな。いやーでもなんか不安やぞ。2日後 FFI アジア地区予選1回戦、とりあえず早ない
早くない？まだ準備できてないんですけど、何も。ついに今日はオーストラリアビッグウェーブスとの決戦の日だ。みんな準備はいいか？はい。そういえばゴエジ君、昨日君の部屋からすごい音が聞こえてきたね。一体何をやってたんすか？おかげでこっちはちょっと寝不足で、うわ。すまない、新しい必殺技の特訓をしていたんだ。おかげで完成することができた。お前もしかして、お前室内で炎ぶっ放したんか？え、新しい必殺技どんなんですか？それ俺見てみたいです。ま、それは後でのお楽しみだな。個人練習をした甲斐があったな、ゴエンジ。あ、爆熱スクリュー覚えた。だがこの2日間合宿所から出られず、結局一度も合同練習ができなかった。個人で練習をしたとはいえ、チームが完成していないのには不安が残るな。キドウさん、なんだか難しい顔をしてますね。ええ、でもそれを言うならツナミ君だって。あとちょっとなんだけどな。ツナミさん、どうかしたんすか？なんかノリが悪いっす。いや、なんでもねえよ。さあ、優勝だ、優勝。でも試合会場までどうやって行くんすか？結構遠いっすよね。それなら大丈夫、古株さんがキャラバンで送り届けてくれるそうよ。キャラバンってあの稲妻キャラバンですか？うわ、俺感激です。ふ、それじゃあ準備ができたらグラウンド行きましょう。古株さんが待っているはずよ。お、パーティー4名が入れ替わっています。お前なんでや、誰だお前ら。勝手に前出てくんじゃねえよ。なんでだよ。俺はヒロトを強くするんだよ。ヒロト以外はまんべんなく強くしてい行きたいかはな。どうしよっかな。俺案外不動も結構好きやね。不動も使っちゃう。不動に吹雪、いや風丸でいくか。不動結構好きなんすよ俺。まあこいつなんかちょっとなんかトゲがあるけどね、別に悪いやつではないんすよ。うん、オッケー。はい、怪獣出発だ。オーストラリアにドカーンと一発かましてこいよ。南東京エリアフロンティアスタジアムに行けるようになりました。さあ行くぜ、南東京フロンティアスタジアム。おお、アジア予選会場って書いてあるわ。でっかいな、このスタジアムでアジア地区予選 を戦うんですね。テレビの中継もたくさん来ているみたいでやんすよ。なんかドキドキするでやんす。浮かれている場合じゃないぜ。この開会式が終わったらすぐに俺たちの試合なんだからな。それじゃあ私たちも控室に行きましょう。開会式の準備しなくちゃ。おい、なんだ。え、なんだ今の感じ。あいつらも FFI の参加者なのか。謎の黒ずくめみたいな。え、マントかぶった怪しいやつらがいたぞ。熱ないんかな。熱ないんかあいつら。俺絶対熱いよな。開会式準備だ。控室へ行こう。控室。あ、こうか。お前たち、開会式へ向かう準備はできたか？はい。開会式の後はいよいよ試合だね。うん、なんか私までワクワクしてきちゃったよ。うちらも観客席から応援したる。ほな、行ってらっしゃい。来た。いよいよ開幕です。フットボールフロンティアインターナショナルアジア予選。オーストラリア、カタール、中国、サウジアラビア、ウズベキスタン、タイ、韓国、日本の計8カ国による戦い。決勝大会に進むのはいずれの国になるのか。おっ、いよいよ我らが日本、稲妻ジャパンの入場です。いよいよ来たか、この日が。頑張れよ、遠藤君。あ、この人は総理大臣です。思えばここまで長く険しい旅でした。いよいよ世界への挑戦ですね。ワクワクします。始まるんだね、遠藤君。頑張って守る。
さあでは最後に日本の財前総理に FFI アジア地区予選の開会宣言を行っていただきます。少年たちの祭典、世界最強のサッカーチームはどこなのか、それを決める夢の大会、フットボールフロンティアインターナショナル。それぞれの国の威厳をかけて熱く燃える試合、素晴らしいプレーを期待します。総理大臣財前総介、いいぞ財前、ナイスピーチ。さあ皆さん、これより FFI アジア地区予選1回戦が始まります。日本代表稲妻ジャパン VS オーストラリア代表ビッグウェーブス、まもなくキックオフです。マジ早っ。来たドルフィン、ミスターエンド、そして稲妻ジャパン、今日はお互いベストを尽くそう。あ、よろしくな、最高のプレーしようぜ。あ、あの野郎また嫌味を言いに来たのか、待ちやがれ。津波さん、ダメですってば、抑えてください。津波ってこんな喧嘩っ早かったっけ。染岡みたい、なんか染岡が乗り移ってるおい、津波に染岡が乗り移ってるわ、これ多分染岡の生き量みたいなのが。あ、いたいた、稲妻ジャパンの皆さん、記念写真を撮らせてください。新聞に載りますからね、とびっきりの笑顔でお願いしますよ。よし、みんな集まれ、ほら、もっとこっち寄れ。飛びたかと不動、俺はいいです。何言ってんだ飛びたか、お前も移ろうぜ、ほらほら不動も。いやいや、接触がねえなみたいな。はい、皆さん撮りますよいいね、いい写真じゃん。しかしさすがアジア地区予選、強そうな選手ばかりが集まってますね。この2日間まともに練習もできてませんし、やはり不安が残りますよ。それなら私たちにお任せください。ん、誰ですか。私たち対戦トーナメントの受付メイド、そして対戦トーナメントの説明マスターなのさ。何やそれ。ところでマスター、対戦トーナメントって何。なんだい、そんなことも知らないのかい。対戦トーナメントっていうのは、なんかめっちゃ回ってるこいつ。なんと、いつでも何度でもいろんなチームとトーナメント戦が楽しめるシステムなのさ。ほう、でそのまんまなんやかい。なんなんこれ、何見せられてんの。それじゃあ対戦トーナメントの受付はこのフロアスタジアムの入り口で行っております。君たちの挑戦を待ってるぞ、ではグッバイ。ほう、あ、そこなんや、そこが定位置なんや。え、トーナメント、対戦相手や優勝した時に手に入るアイテムは自分のチームレベルで買うぞ。フロンティアスタジオにいるメイドさんに話しかけてみよう。楽しんだトーナメントは保存して何度でも遊べるぞ。はあ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 、挑戦してもいいか。じゃあそうだね、じゃあまずは試合の準備をしましょう。終わったら声かけてね。え、こんなんあったっけ、試合の準備だ。秋に声をかけて話しかけてみよう。ん、情報でブログで、ついに FFI 始まりですね。チームとしてはまだまだ不安残りますが、まあ皆さんのお手並みを拝見としていきましょう。で、はあ、新しいトーナメント、何それ。お、すげえ、稲妻タウンズアンダー12、一番街、あ、岡戸中、普通に始まっちゃったけど、これさ、まあでもそんな敵自体が強くないと思うから、なあ、一回全部戦ってみてどういうものがもらえるかちょっと見てみたいよな。これ一回さ、トーナメント全部やってみるわ。でレベルというか経験値がもらえんのかとかも結構気になるから。なあ、これババアみたいな、ババババババっかのババアおんぞ。さあ試合が1試合目が終わりまして、これ経験値もらえんのかな。これ経験値もらえて結構熱いんやけど、うわ、もらえる。あ、封じのままグラフェイントでコインももらえて、1回戦突破して、え、結構よくねこれ、報酬。
ちょっとこれこのままさ、トーナメント全部クリアするわ。よし、オッケー。これで一応トーナメントは全部クリアしたんやけど、いやこれめっちゃいいな。このシステム結構いいかも。で優勝して、あ、スペシャルドリンクと、あ、しかも一人ワンツーアイテムもらえると。あ、なんかトーナメントも別にいらんねんけど保存しとくか、空いてるし。このシステム結構いいかもしれん。こんなに楽にね、まあ今だけかもしれんけど楽にクリアして経験値も上げれて、でさらにあれでしょ、必殺技もらえるの。このシステムめちゃくちゃよくね。おっしゃ、じゃあ準備できたんでね。いや結構レベル上がったからな今回のトーナメントで。以上がスターティングメンバーだ。トラマルと不動には控えに下がってもらう。頑張ってください皆さん。トラマル、お前も大事な戦力だ。いつか交代し、いつ交代してもいいように準備をしておけよ。はい。俺が控え、分かってねえな。こういうキャラやからな、不動はな。分かってねえな。いよいよ始まるな、遠藤君。見せてもらうぞ、君たちの力。日本の誇りをかけた世界への挑戦をな。きたー。さあ津波、今回お前はスタメンだ。虎丸と不動はベンチに下がってもらう。絶対にそうしろってことだよな。まあ、津波はなし、まあ、虎丸と不動は、あ、虎丸下げなあかんのか。じゃあ栗松、おい栗松行ったらマジで。栗松実はね、こいつ幻ドリブルと水星シュートっていう結構ね、なかなかその使い勝手のいい技をね持ってるんで、これヒロと差し置いて、お前行け、お前が今回得点王や。行くぞ栗松、フロンティアスタジアム。稲妻ジャパン VS オベクウェーブ2。よし、オーストラリア代表ぶっ倒します。はい、相手の選手情報ちょっとレベルとか見てみる。レベル16、13、さっきのトーナメントのおかげで結構それなりに戦えそうやな普通に。うん、 OK、 いけそう。よし、初手からかましていくぜ。いざパス回せ。見せてやろう俺たちの鉄壁なフォーメーション、ボックスロックディフェンスを。きた、ミスタータクティクス。ちょ、暴力やん。これが俺たちボックスロックディフェンス。お前たちを抜け出すことは不可能だ。めっちゃ早い、めっちゃ早い駆け上がってくんの。あれはただの戦術ではありません。まるで必殺技、まさに必殺タクティクスです。雷門中で津波が感じた箱の中に入れられている感じとはこれのことか。やばい、メガロドン来た。何、まずは先制点か。こんな簡単に1点を取られるなんて、監督の言う通り世界のレベルはすごい。出番がはまりそうだな。今のはチーム練習をしていれば防げたかもしれない。監督が練習禁止していなければ。でもまだまだ試合は始まったばかりです。さあこっちをキックオフですよ。おい、マジかよ、一瞬で。甘いな、みんなボックスロックディフェンスだ。くっ、まだか、あれにはドリブルもパスも通じない。どうすれば。まだ気づかないのか、箱の鍵はお前たちの中にある。箱の鍵、そう、まるで箱の中に入れられちまったみたいな感じだ。箱4枚の壁、そうか。みんなボックスロックディフェンスを自分の部屋だとイメージするんだ。ボックスロックは4枚の壁、部屋の中で特攻を出せ、つまりこういうことだ。おおおおおお、ダンシングボールエスケープ。やった、ボックスロックディフェンスを打ち崩したぞ。まさか監督が練習を禁止したのはこのために、部屋 を敵のディフェンスに見立てて攻略を見つけさ、させるためだったのか。こういう時は何も言わない、ダンシングボールエスケープ。
行くぞ。じゃあこのままぶち抜いていくぜ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、きすぎ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 、ちょっと待って、きすぎきすぎきすぎかも。だがいける、今ならいける。クリマツ、俺はお前にバーニングフェイズを使う。幻ドリブル、行くぜ。まず記念すべき世界への一発目、お前だ。水星シュート決めろ。しかも V2。 止められるかな、クリマツのこのシュート。これはまだまだ序の口だ、これはまだまだ序の口だ。これが本気なわけがないだろ。おい、オーストラリア、なめんじゃねえぞ。クリマツのシュートが稲妻ジャパンの本気なわけがないだろ。なめるのもいい加減にしろ。クリマツ、クリマツ、てめえバーニングフェイズを無駄にしやがって。ただでさ言って負けてんねんぞお前。そんなふざける余裕はねえよお前。ヒロト、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 津波、津波、奪え、奪える、奪える、奪える、お前なら奪える。あー、ウォーターベル来たー。バーン、ダダダダダー。覚えてんねんこの辺の技、頼む。いやー、ウォーターベルか。まあ TP 使わせよ、もうこれ後半戦から。俺らの攻めは後半戦から。来いよ、無理でしょ、技使えないでしょ。いけ、よし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 。まあそう簡単に点は決めさせないですよ。ということで、津波、げ、津波ブースト、お前の波を見せろ、ぶちかませ、ドレイヤー。やばい、誰かシュートチェーンしろよ。誰か、まあまあいいや、これで1個削れるし。誰かシュートチェーンしろよ。いやでもこれで削れた、相手の TP。 こっからはこっちやりたい方でやらせてもらいますよ。クリマツ、ナイス、クリマツ、クリマツ、やばい、キーパー変わった、最悪や、マジかよ、おい、マジかよ、キーパー変わったじゃねえか、まずい、キーパー変わってんじゃねえか。どうすんだよこれ。やばい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 、ふぶき、ふぶき、ゴンチ、オーラのリブレ、よし、まずは高円寺で一発決めて。しっしゃ、行くぜ、新技爆熱スクリュー。俺が決まらなければ俺らは終わりだ。これが決まらなければ俺らは終わりだ。貫け、しゃっぶんねえ、マジで焦る、この演出。グレートバリアリーフ結構なんかギリギリまで分からへんねんな。よし、めっちゃ交代するやん。俺も交代しよっかな。交代できるやついるかな。津波と、あ、でも津波絶対出さなあかんよな。小暮まだ使えるからな。いや、このままでいこう。まあまずは前半戦終了。トラバレ後半頭からいくぞ。はい、皆さんに迷惑かからないプレーを心がけます。それから津波、お前は俺の指示を聞かず外で特訓をしていたようだな。え、あ、バレてた。お前には責任を取ってもらう。津波、点を取れ、新たな必殺技でな。新しい必殺技、そんなのがあるのか、知ってんのか。けどまだ全然できなくてよ。やつらを倒すにはどんな技がいるか頭にビジョンを描け。お前ならわかるはずだ。ヒントはあのフィールドにある。誰にだって自分だけのステージがある。行け、海はお前のものだと証明しろ。ヒント、なんだそれ。
大丈夫なのかな。津波と虎丸をフィールドプレイヤーにしてください。じゃあこれ津波と点決めなあかんってことは、津波を前に出して虎丸を出してって感じかな。これでブロック技持ってるぞ。おらんか。あ、一旦じゃあこうすっか、こうするか。オッケー、いくぜ。軌道で多分、軌道じゃないわ、津波で多分行かなあかんから、行かなあかんの。そう簡単にボールを出したら無理か。もらった、ナイス。すごい、あのトラワールとかいうやつあっという間にボール奪い取ったぞ。ドリブルもめっちゃ速いね。行け、そのままシュートや。あとお願いします。なんでクリバツさんだ、なんでクリバツさんだ。おなるやろ、お前絶対トラバルシュートとかやって。あー惜しい、あのアホなんで自分でシュートせえへんねん。今もキーパー技、水と壁見えた、あの波を乗りこなす方法が。おいボール俺に回せ、見えたんだ、今ならあの波を乗りこなせるぞ。津波はノリノリ、 TP が全回復した、津波シュートですよ。オッケー了解。津波行くぜ。いやまだだ、まだだ津波、トラバルが運ぶ、そしてお前だ津波、行け、行くぜ、これが俺の必殺だ、ザ・台風だ。お、津波 TV が全開来た、行くぜ、ザ・台風。うわ、アイスブロック無理だね。しゃ、よっしゃ。おい、ここからはもうあいつら全員 TP ないぞ。俺らのた、あ、やばい、めっちゃ普通、今までのあれ会話かと思った、ま、めっちゃ飛ばしてもうた。だから工藤監督がすごいって話だったな今多分な。うん、普通に飛ばしてもうた、いつも通り。工藤監督がすごいってことだった。バーニングファイザー俺も使ってもうた。シップダッシュいけ、全員抜ける。風丸ならこういうとこ強いねん。風丸ってサイドバックである理由よな。風丸がパスして一人ワンツいけ、一人ワンツ、あーまあさすがにか。まあ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 、まあ、いいでしょう。ザ・ウォールやなこれは。行かせません。やばい、やらかした、ナイス。よーし、バーニングフェーズ終わり、突破いけるかこれ。あー、ホエールガード来た、ボーボー。いやー、かわせるか、無理よな、まずいなこれ。いや、これ、これはね、小暮がねこの辺にいてくれて、で正義の鉄拳からの小暮が、途中にいるんで、シュートブロックを狙っていく小暮で。オッケー、扇風陣、おいブロック、アイカミ、ドラマルからの、軌道からの、下がってここに出す、でイリュージョンボール、はっ、止められるから。クリマツ何してるんだ、クリマツ、クリマツ行け、決めろ、お前が世界に来た意味を示せ。しゃあお前、おらパンチングかい。ちょ、風丸邪魔や、風丸がちょっといけるか、絶対敵技くんもこれ
でもこうへんくってもやられてんもん。お前いける、スーパーチコミよーっとスター、縁の下の力持ちって感じだ。オッケー、勝った。負けたよ。ドアラージャパンの波を甘く見ていたようだ。おう、分かりゃいいんだ。今度は一緒にサーフィンやろうぜ。オーケー、アジア地区予選、俺たちの分まで勝ち抜いてくれよ、イナズマジャパン。しゃあ。結構レベル上がってんな。諸君、アジア地区予選初戦突破おめでとう。よくやったな。はい、ありがとうございます。俺たちがオーストラリアに勝利できたのは監督の采配のおかげです。あなたはチームをダメにするような監督じゃない。桜木中で何があったんです？話してください。俺はちゃんと信頼できる人にチームを任せたいんです。工藤、もういいだろ、こいつらに話しても。イビキさんがそう言うならば、10年前、工藤が桜木中のサッカー部の監督をしていた時のことだ。工藤の指導により桜木中のフットボールフロンティアの決勝まで勝ち残った。だが最強のチームとの決勝前日、部員たちは対戦相手と喧嘩し怪我をさせてしまった。最強のチームとは帝国学園、おそらく影山が仕組んだんだろう。影山が？事件が明るみに出ればサッカー部は無期限に活動停止になってしまう。工藤はこれ以上ことを大きくしないでくれと頼み込んだ。だが相手は聞き入れなかった。そして工藤はチームを守るため自分が問題を起こしたことにして決勝を棄権した。なるほどな。あれから10年、ようやく工藤の指導者の資格の停止処分が解けた。俺は工藤に日本代表監督を頼んだ。だがこれは決して同情ではない。処分中も工藤のサッカーへの情熱は衰えず研究を続けていた。その熱心さに惹かれたのだ。彼こそこのチームに必要だ。今日の勝利で俺の判断は間違っていないと確信した。ありがとうございます。ですがまだまだこのチームは欠点だらけです。お前たち、明日からさらに特訓を厳しくする。分かったな。はい、工藤監督。影山がまたやっとったんか。工藤監督なら世界に連れて行ってくれるかもしれない。監督のせいや、影山の。彼らの2回戦の相手はカタールに決まったね。日本か、面白い。だがまだまだ問題の多いチームだ。問題点？まだ本気を出してない奴がいるということだ。そんな気持ちで世界に挑む以上、彼らは負ける。トラマルか。トラマルやな。トラマル、お前なぜあの時自分でシュート打たなかった？俺まだゴンジさんの足元にも及ばないから。お疲れ様でした。トラマル待て。おーい、ゴンジ、そろそろ帰らなくていいのか。ユーカちゃんを迎えに病院行くんだろ。あ、今から向かうところだ。さあ、ユーカちゃんの妹ね。ユーカちゃんによろしくな。トラマル、お前がシュートを打たないのは本当にそんな理由なのか。なんで打たへんやろ、トラマル。お兄ちゃん、今日のサッカー勝ったんだね、おめでとう。ゆうかもテレビの前でずっと応援してたんだよ。おいおい、ゆうか、そんなに動いて大丈夫なのか。やっと退院したばかりなんだからな。しゅうや、来ていたのか。父さん。あ、お父さん、今日のお兄ちゃんのサッカーとってもかっこよかったんだよ。サッカーだと？まだあんなくだらない遊びに夢中になっているのか。それじゃあお兄ちゃんは合宿所へ帰るからな。いい子にしてるんだぞ。うん。柊也、約束は覚えているんだろうな。はい、父さん。一方その頃、さまざまな地で FFI 世界大会の進出チームが決定しつつあった。あー、そっかそっか、他のところでも予選はあるんか。イギリス、
試合終了。イギリス代表ナイツオブクイーン FFI 世界大会進出です。ナイツオブクイーンはこの予選で相手に一度もボールを奪わせない完全無欠のプレーでした。最強じゃん。サッカーでボール奪わせないってやばくね。キャプテンでエースストライカーのエドガー・バルチナスがサポーターに手を振っています。キャー、エドガー様、皆さん、この勝利は我々に夢を与えてくれた全てのイギリス国民のもの。 FFI 世界大会でも必ずや勝利を掴んでみせましょう。アルゼンチン、おいマスター、ステーキもう一皿追加だ。うひょーテラスまだ食うのか。お前らも食え。今日は俺たちジ・エンパイアの FFI 世界大会進出試合だ。ちなみに俺が小学生の頃やってて一番マジで勝てへんかったここ、アルゼンチンジ・エンパイア。ここマジでやばい。世界には強い奴らが腐るほどいる。食って力をつけて軽く遊んでやろうぜ。おう、こいつらマジで強い。よし、わかった。そういうことなら今日はお店のおごりだ。じゃんじゃん食ってくれ。話がわかるじゃねえか。それじゃあステーキもう10皿追加な。うひょーなやこれ、うひょー。待ってろ世界のやつら、ナンバーワンは俺たちジ・エンパイアだ。次回予告。2回戦の相手はカタール代表デザートライオン。俺たちが全力で挑もうとする中、何かがトラマルの心を閉ざしていた。次回、トラマルの秘密、悲劇のエースストライカー。何があったんだ、トラマル。おー、だだだら、ドゥ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 。あ、トラマルじゃん。もうこんな時間だ。やばいぞ、朝練が始まっちゃう。ねえお兄ちゃん。お、まこや、まこちゃんやん。これあれやん、一番最初になんか X ボタンとかメニューボタンとか言い始めた謎の少女やん。まあこの子輪に出てきてるんやけどな。ねえねえ、そこのサッカーボール取ってくれない？お前があんなところに蹴るからいけないんだぞ、この下手くそだよ。ちょっとミスしただけだろ。小学生サッカーやな。もうこんな時に、ほら行くぞ。よろしくお兄ちゃん、思いっきりやってよね。お前がいるとサッカーつまんないんだよ。ちょっとちょっと、どこに蹴ってんのよ。すごい、全然違うとこ飛んでった。ごめん、俺ちょっと急いでるからまあでもこっちにボール蹴ってきたやつが悪いからな。 それはしゃあない。蹴り返したで、ミスただけで。第3章、トラマルの秘密、悲劇のエースストライカー。トラマルがエースストライカー？このチームどんだけストライカーいんねんじゃヒロトさん、お願いします。ナイスパスだよ、ドラマル君。出た、ドラゴンボール並みの瞬間移動。よし、いい連携だ。ドラマル君、本当にいい動きだわ。常に先回りしてボールを取りに行ってる。それに引き換え彼は飛びたか。よーし、飛びたか。パス練習するぞ。俺の真正面を狙うんだ。なんでこいつは世界先発選ばれてんだよ。お前、世界先発選ばれたやつがパス練習初歩の分かってます。おっと、遠藤の特訓みたいになってるやん。ボール拾いに行ってダッシュで、なんか癖があるな。くっ、また失敗。相変わらず初心者みたいですね。し、全員集合。お前たちも知っていると思うが、2回戦の相手はカタール代表デザートライオンに決まった。砂漠のライオン。カタールは砂漠に囲まれた中東の国です。ずっと砂の上でサッカーをしてきた選手たちの体力と足腰の強さ、並じゃないそうです。あー、なるほど。彼らと戦うには基礎の体力と身体能力の強化が必要だ。カタール戦までにこの2点を徹底的に鍛えることだ。いいな。はい。砂の上でサッカーか。でもなんかね、砂の上で裸足でね、
走ったりするととんでもなく足腰が鍛えられるっていうのを話聞いたことがあんな。そう言ってもどんな特訓すればいいですかね。そんなのは走り込むしかねえだろ。走りまくって強い足腰を見つけりゃいいんだ。ふっ、単純だがそれが一番か。よし、それで行こう。それじゃあ早速。じゃあ皆さん、俺今日も早めに失礼します。なんかあいつや、まあ予定があんのはさしょうがないけどさ、トラブルが少しの間からチームが離れることになった。お前世界選抜選ばれてんやからさ、せめて世界選抜選ばれてるプライドは持っとけよなあこいつ。いや用事はな、仕方ないけど。またでやんすか。なんであいつだけいつも土地で帰っちゃうでやんすかね。みんな虎丸くんの特別扱いが気になってるみたいだね。キャプテン、このままじゃチームの士気に関わります。ここは調査すべきかと。あんま良くないんじゃないか、人のプライベートに。いやでも走り込みの特訓が。そんなの走って調査行けばいいじゃないですか。一石二鳥ですよね。ね、諦めろエンド。こうなった春菜は誰にも止められない。お兄ちゃん止めてよ。噂によると虎丸くんは隣町にある虎の屋って店によくいるそうですよ。虎丸の家やん絶対じゃ。わかりやすいやん虎の屋。その店に何の用なんだろう。さあ、まあ行けばわかりますよ。それじゃあレッツゴー。察しが悪いなこいつら。鬼のように察しが悪い。虎の屋やったらわかるっしょ。虎丸な。虎ってついてんのだって。じゃあブログ見てみっか。虎丸くんがいつも早く帰るからみんな気になってるみたい。虎の屋行けば何かわかるのかしら。うん。あ、まさかの冬っぺ。冬っぺがあれやん。ブログ更新してるやん。じゃあ南東京って言ったよな。東京。虎の屋来た。虎の屋ってだけの場所がある。結構特別やん。あ？キャプテンあそこ。なんかめっちゃ絡まれてますけど。うわ悪そうなやつ。そんなに怖がることじゃねえじゃん。ちょっと仲良くしようって言ってるだけだろ。うプルプルプル。うプルプルプルっつってるあの子。最近あんな不良がやったら増えた気がしますね。どうしてだろう。おなんだこいつ、カマキリみたいなやつ来たな。なんだお前ら、ジロジロ見てんじゃねえよ。あお前、あこの前のやつ、この前襲ってきたやつらや。カラスさん、このハチマキ男っすよ。この間商店街で俺に喧嘩かけてきたのは。こいつ商店街でトラマリに絡んでいたやつか。ああこいつが。こんなやそうなやつに負けやがって、このチームの面汚しが。ひー、おやめろ。自分の仲間に何をしてるんだ。うるせえ、お前たちやっちまえ。カラス、なんだこいつ。ヤンキーのあれか、トップか。ヨンキーとカワはメット、チョッパーがいたぞ。チョッパーが、うわーどうしようこれ。あんまシュート打てるやついなさそうやな。これもうジャッジスルーでいくか。ファールないっしょお前。ストリートサッカーに、おいなめじゃねえぞお前。ストリートサッカーやったらお前不動1枚やからな。おいなめんな。お前ストリートサッカーで不動連れてきた意味がわかるか。ルールがないからや。どうしたどうした、お楽しみはこれからだぜ。どうしましょうキャプテン。カタール戦の前に問題を起こしたりしたら確かに喧嘩は良くないかも。いい加減にしろカラス。え、飛びたくさん。え、知り合いなのか。お前ら何をしてる。チームの掟を忘れたのか。それはおいおいおい、あんたはもうリーダーじゃないんだぜ、飛び高さんよ。いやでも今ちょっと一瞬ビビってたやん。飛び高さん言ってたやん。カラス、お前が新しいリーダーってわけか。スズメはどうした。スズメ、ああ、あの情けないチビのことか。あいつなら目障りなんでね、追い出したよ。ボコボコにしてね。てめえ、1の分際で2年生になってまでよ。あんたの時代は終わったんだよ、元リーダーの飛び高さん。やっちまえ。うおお、くバカ野郎が。すごい音したけど。うわあ、情けねえ。うわあ、なんだ何が起こったんだ。ち、役に立たねえやつらだ。仕方ねえ、久しぶりに軽く運動でしてみよっかな。
何やこの小物感は。やめろ、飛高は大事なチームメイトなんだ。殴りたいなら俺を殴れ。キャプテン、お前まだ飛高、どうしてもやるというなら俺が相手になる。チェ、興ざめだぜ。今日のところは帰りますよ。だけどこの借りは必ず返すぜ、飛高さん。おい、カラス、お前だ、ダッサいな、お前。ダッサいママチャリ、改造ママチャリじゃん。たまにおるけど、驚かせてすまなかった。ちょっとカラスさ、お前サッカーで世界目指さないか。え、なぜこんな真似をした。仕方なかったんです。自分に歯向かったやつは大勢で潰す、それがカラスさんのやり方なんです。こんなの間違ってると分かってます。でも俺たちはあの人に歯が立たなくて。お願いです、富高さん、チームに戻ってきてください。これはお前たちが乗り越えるべき問題だ。俺にはどうすることもできない。そうですよね。富高さんは俺たちよりサッカーを選んだんですもんね。帰ります俺たち。昔のダチが飛んだ迷惑を。どういうことだ富高。すいませんキャプテン、昔のことは勘弁してください。わかった、聞かないぜ。では俺はこれで失礼します。え、カラス仲間にしたいな。なんか俺はさ、ルーキーズとかさ、スラムダンクとか結構好きやからさ、あのヤンキー上がりのスポーツ漫画好きやねんな。飛び高の過去か、カラスとか飛び高とかまんまその感じやん。ドラマルのこともこれ以上首をつかまない方がいいのかな。エンド、俺はチームメイトとしてトラマルのことが知りたい。苦しいことも辛いことも共に乗り越えるのがチームメイト、それを教えてくれたのはお前だろ。ゴーエンチ、助けてくれてありがとう。な、もしかして稲妻ジャパン、トラマルがいるっていうさ。え、あ、そうだけど、もしかして君たちはトラマルの友達か。だったらトラマルを見なかったかな。この辺りに来たと思うんだけど。トラマルの友達かって、違うよ、あんなやつ友達なもんか。うん、でもトラマルならどうせ今日もトラノヤにいるんじゃないか。トラノヤはこの先の角を左にまっすぐ行ったところにあるよ。もういいでしょ、じゃあね。え、うん、ありがとう。なんかツンケンしてますね。とにかくトラノヤに行ってみましょう。ツンケン、ツンケンって何、ツンケンって。あ、虎の屋食堂やって。あ、宝箱あったけど、まあまあまあいいや。いらっしゃい。あ、キャプテン、それにゴーンジさん、トランバル、これは一体。あらあら、トラマルのお友達、よく来てくれたわね。あれか、ちょっと病弱なんか。母さんダメだろ、寝てないと。店のことは俺に任せとけって。店って、え、トラマルがこのお店を一人で切り盛り。じゃあお前世界大会行けへんや。ええ、仕込みから買い出し出前まで頑張ってくれて。母さんはもともと体が弱いんです。それが最近ますますひどくなっちゃって。だから母さんの体調が良くなるまで俺が店を手伝ってるんです。お前じゃあ世界大会どうすんねん、世界行くねんぞ。練習が終わった後でお店の手伝いをするなんてすごいですね、トラマルくん。トラマル、は、はい。なんでこんな大事なこと黙ってた。それは俺も手伝う。え、私もお手伝いします。接客には自信あるんですから。ふっ、やるか。これで出前だろ、俺行ってくる。で、どこへ届ければいいんだっけ。 あれね、考える先に行動するタイプね。もう当てすぎですよキャプテン、ほら住所を書いたメモです。出前の届け先は商店街の奥に、奥の方にある大きなスポーツショップだな。ちょっと遠いけど特訓がてら行ってくるから。ふふ、にぎやかな、にぎやかなお友達だ、お友達だこと。キャプテン、皆さんもありがとうございます。お、出前だ、商店街のスポーツショップ行こう。わかりました。
あ、友情ポイント。あ、そりゃガチャ引いてみよっかな。これ名前がコインあるしな。ガチャ1号機赤コイン多いし、赤コインで回してみよっか。何が出んのか。この音はレアが来たぞ。お、レア。お、何、長月9。え、ゴールキーパー。うわー、ゴールキーパーか。どんなに素早い虫でも見つけて捕まえられる視力を持ってるぞ。あー、結構視力いい感じや。長月9。ほー、あ、そんな感じで仲間なんや。なるほどな。あ、長月が仲間になった。こいつレアってことはもしかしたら強いかもしれんな。あー、でもキーパー足りてっからな。立ち向かいを外すわけにはいかへんからな。いや、キーパーじゃないねんな、今欲しいのは。ちょっと一回ベンチ外かな。おう、待ちくたびれたぜ。ここの活動うまいんだよな。あれ、出前を頼んだのってビルダさんだったんですか。なんだ遠藤じゃねえか。なんでお前がここの出前やってんだ。それがこの人あれやな、元稲妻イレブンやな、伝説の。なるほどな、虎の屋のおかみさんがそんなことになっていたのか。ここんとこ虎の屋のガキがダチとサッカーをするのを見ねえと思ったが、そういうわけだったんだな。虎丸が友達と一緒にサッカーを。そういえば虎丸がどんなチームでサッカーしてたのか俺は知らない。チームメイトが 今までの試合で応援しに来たこともないし。虎丸の友達かって。違うよ、あんなやつ友達だもんか。あそこにいるのは響きじゃねえか。あ、ライライ亭の。あ、飛びたか。え、どうして飛びたかと響き監督が一緒にいるんだ。なんだ知らないのか。あの二人なら最近よく商店街の空き地で見かけるぜ。何してんのか知らねえけどよ、気になるなら行ってみたらどうだ。二人が商店街の空き地で、なんでだろう、追いかけてみるか。そういや、トラマルもなんか飛びたかと響き監督のことを見てたよな、どっかのタイミングで。さあ、ブログが更新されました。なんかこいつら結構あれやねんな、ブログにコメント返信すんねんな。トラマルやつか、遊ぶじゃない、食うの開けるぜ。二人とも何をしているんだろう。そういえば飛びたか君をスカウトしたのは響き監督らしいけど、一体どうやって知り合ったのかな、あんなヤンキーとな。でもなんか結構飛びたかに関してはサッカー好きそうやねんな。お、空き地来た。あの、すいません、この辺でライライ系の響き監督を見ませんでした。響きを、ほうほう、見たぞい。え、本当ですか。昨日ここでお前さんぐらいの若者と一緒におったぞい。今日はまだ見ておらんがよ。そうですか。見失っちゃったのかな。まだ出前の途中だし、明日飛びたかに聞いてみるか。確かに俺はバイトのあれや、そっちやったわ。バイトというかお手伝いか。家庭抜け出してきてしまった。あ、二人やん。響きさん大丈夫ですか。さっき急にうずくまってしまいましたけど、具合でも悪いんじゃ。いや、なんでもない。さあ、今日も練習を始めるぞ。響きさん、響きさんはどうしてこんな俺に付きっきりで特訓してくれるんですか。さあな、もしかするとお前が俺に似ているからかもしれんな。似てる？俺と響さんが。そう感じたんだよ、お前を初めて見たあの時にな。おう。てめえの天下も今日までだぜ、飛びたか。口はいいからかかってこいよ。チェ、偉そうに。やっちまえ。うわあ。さすがは蹴りのトビーだな。蹴りのトビー。蹴りのトビーはちょっとダサいかも。だが足を塞いでしまえばこっちのもんだぜ。くそ、これでてめえおしまいだ。いってなんだよこのサッカーボール、誰が蹴ったんだ。すごっ。そっから俺にもお前みたいに生きがっていた時代があった。まあまあまあ、誰しもあるよね。響さんも俺みたいに。しかしそんな俺にサッカーを教えてくれたあの人のおかげで今の自分がある。
その人は俺の力を信じてくれた。だから俺も同じように力を尽くす。それだけのことだ。響さん、飛びたかはもともとだからあれやな、キック力があったわけだ。うん、蹴りのトビーって言われた。蹴りのトビーやからね。なんて言ったって蹴りのトビーだからね。キック力はあったわけだ。それをまあサッカーに使おうじゃないかと。喧嘩じゃなくてね。さあ、お疲れ終わりましたよ。すげえ忙しそう。結構繁盛はしてんのかな。おかえりなさいキャプテン、もう目が回りそうで忙しくて手伝ってください。わたわたしてる。すごいな、こんなちょっと裏路地っぽいとこにある食堂やのに。はい、待ちどう、ミックスフライ定食ね。テキパキ働くな。こんな嬉しそうな顔したの、あの子見るのは久しぶり。大好きなゴージさんと同じチームに入れたからかしら。ゴージのファンなんや。今日は来てよかったですねキャプテン。あ、トラマル、お前の事情は分かった。だがなぜお前は自分からシュートをしようとしない。俺はそれが知りたい。まあそうよな、関係ないよな別に、お母さんがどうとかって。トラマルを再びチームに戻すことができます。チームに戻しますか。え、これいい家にしたらどうなんだ。これもうトラマルはいらないですみたいな。いや戻すけど。走り込みや。暑い。走り込みって結構大変だ。最近は特に暑い日が続いてるものね。はい、ドリンク。あ、でもカタール戦やばいんじゃん。カタールのやつらは暑いの慣れてるし。お、よりか、特訓終わりやぞ。時は金なり、そう言うだろ。オーバーワークじゃないか、でもそれは。富田か、今日も一緒にパス練習やろうぜ。はい。そういえばさ、お前昨日響監督と一緒にいただろ。よく二人でいるんだってな。いつも何をしてるんだ。おい、飛びたか。俺に構わないでください。そうそう、こんなやつに構っても時間の無駄だぜ。久しぶりに来たな、不動。こんな素人が日本代表に選ばれるなんてな、マジで理解できねえ。不動、なんてこと言うんだ。飛びたかは頑張ってるじゃないか。頑張るなんて当たり前だろ。こいつのせいでいつか負けるぜ俺たちは。なんかこう頑張るなんて当たり前だろって、こいつもな、やっぱ世界選抜に選ばれてるから、こんなね、あのなんか態度悪いですけど努力はしてるタイプなんで。んだと。ああ、なんだよ。やめろ二人とも。おお遠藤、みんな、おう瞳子、何しに来たんや。瞳子、リカ、どうだ、カタール戦に向けての調整はうまくいってる。あ、基礎体力と身体能力を強化するために走り込みを頑張ってるぞ。あー、相変わらずチンタラやっとるな。そんな相手の弱点ゲットしてそこを攻める練習したらええやん。そうは言いますがね、世界大会ともなると代表チームの情報を手に入れるのは難しいんです。だったらカタールのことをよく知ってる人を探してみたら。例えば前に試合をしたことのある人とかどうかな。フユペ、それナイスアイデア。さ、そういうことやったら人脈システムを使ったらええわ。人脈システムですか。そや、これからあんたら世界を向けて行さんの選手に会うはずや。その選手同士のつながり、いわゆる人脈を使うて仲間の輪を広げていくんや。この人脈システムではただのスカウトと違うて、もっと優秀な選手をスカウトできるで。結構この人脈システムはね、後半になればなるほどクソ強いやついんのよね、ちゃんと。すごい、リカさんって物知りなんですね。そやろそやろ、これからもわからんことあったら何でもうちに相談しや。何が相談しやだ、さっき響きから聞いたくせに。それじゃあモムル君、早速人脈システムを試してみまし
カタールに詳しい人を見つけたら合宿所に連れてきてね。みんなで話を聞きましょう。人脈システムにはキャラバンか合宿所入り口にあるマシンを使うや。ほな頑張ってや。わかりました。人脈システムね。カタールに詳しいやつ誰やねん日本にいんのか、カタールに詳しいやつ。しかもこのピンポイントでサッカーの情報。人脈システム、ラクダマジでカタールにいそう。いた、こいつや。俺は昔カタールに住んでいたことがあってさ、サッカーもその時始めたんだ。マジかよ、こんなピンポイントなやついんのかよ。どう、俺を稲妻ジャパンに誘ってみないかい。はい、来た、ラクダが仲間になった。マモルくん、その人がカタールのことをよく知ってる人なの？あ、それじゃあ早速カタールとの試合をした時のことを教えてくれないか。それが、うん、実は、うん、わからないんだ。え？わからない？最初は俺たちの圧勝だったんだ。でもいつまにか気を失ってて。気を失う？気がついたらカタールが逆転。何が起こったのかわからないまま大差で負けちゃったんだ。いや、ちょ待って、気を失ってねえたらまずは試合を中断しなあかんやろ。なんで試合続行してんねん。選手が気を失ってる間に。カタール代表デザートライオン、あいつらその通り砂漠の獅子だよ。あの鋭い牙と爪に狙われたら最後、決して逃れることはできないんだ。うおっかないっす。これじゃあカタールのことは何も分かりませんね。謎は深まるばかりです。だったらやっぱり特訓するのが一番ってことだな。基礎体力と身体能力を上げるために走って走って走りまくろう。やっぱりそうなるっすね。でも俺も頑張るっす。負けたくないっすから。よし、そういうことなら早速特訓だ。みんな頑張ろうぜ。おう、特訓だ。グラウンドを走りまくる。マジ？ちなみにここになんか宝箱あったな。お、サイカスパイク。グラウンド走りまくるしかないんか。あれ、これなんや。物質の前にこれ何？ここでエキシビション対戦ルートのボードを見ることができます。ボード見ますかな、エキシビション対戦ルートって。あー、これか。あったな。これ結構むずいやつやんな、確か。これ結構確かむずいやつやった気がする。なんか最初は弱いねんけど、だん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 強くなってって、最終的にはこの金の宝箱を全部 S ランククリアすると金の宝箱が解放されて、結構いいアイテムとかわざもらえるやつじゃなかったっけな。あ、これちょっとおいおいやっていきたいけど、今そんなにできることないと思うねんな。なるほどね。え、じゃあグランド行くか、とりあえず。ちょっと人脈とかもね、解放していきたいけど、それはちょっと裏で友情ポイント貯めてちょっとずつ解放していくわ。で、なんか良さげなやつがいたらちょっと仲間にしていきたい。うん、せっかくやしな。いや、だから稲妻イレブンのこのゲームの面白いところって、人脈ルートっていう結構モブっぽいやつらも集めれるし、今まで戦った敵、ストーリー出てくるような敵も後々仲間にすることができるっていうね。それがいいとこなんよ。走り込み終わったっす。お疲れ様、亀山くん。タイムがだいぶ縮まってるわ。走り込みを始めた時よりも体力もついてきたみたいだ。これならカタールとも戦えるよ。全集合、今日の練習はここまでだ。え、もう終わり？明日はいよいよカタール戦だ。疲れを逃さないようにストレッチをしっかりやっておけ。おい、緑川がまだ練習しとる。緑川、あいつオーバーワークでやばいぞ。それじゃあ俺は店の手伝いがありますから、これで。止まる、待てよ。俺たちも手伝うぞ。え、でも毎日は悪いですよ。キャプテンたちだって明日のために休んでおかないと。だったらなおさらだ。みんなで頑張ればお前も早く休めるだろ。それに出前も走り込みのいい特訓になるしさ。そうですか、じゃあお言葉に甘えて。ノリカは一体どういうつもりなんだい？ん？この声はヒロトと緑川か？何か揉めてるのかな？部室の方から聞こえたみたい。行ってみましょう。え？部室の方って結構でかいよな、声。緑川一体どういうつもりなんだいぐらいやな、多分声。この距離やったら。あ、いた。特訓はもう終わりだって言われただろ。無理をすると明日の試合に響くぞ。これ以上やっても無駄だってそう言いたいの？緑川、
俺はせっかく掴んだレギュラーの座を誰にも渡したくないんだ。でも今のままじゃみんなのレベルについていくだけで精一杯で情けないよ。エイリア学園で頂点にいたお前に俺の気持ちなんて分かるはずない。残念だな緑川、お前はそんな気持ちでサッカーをやっていたのかい。エイリア学園がなくなってお前のサッカーは変わった気がしていたんだけどね。俺のサッカーが？エイリア学園がなくなって父さんが捕まってから俺たちはしばらくサッカーを避けていたよな。あ、そうなんや。他のみんなもボールに触れる気になれなかったんだと思う。辛いことを思い出してしまうから。デザインもおるわ。そん、いやまあ、あ、そっか、あ、びっくりしたみんなサッカー避けてて、このボールを中心に避けてんのかと思った。じゃあサッカーボール触んない、あのサッカーボールの周りに集まんないと思ったけど、サッカーがしたかったよな。うん、でもみんなやっぱりサッカーが好きだった。自然とボールを追いかけ始めた。お、響き、響き監督。あれか、世界先発ってことか。デザームがめっちゃ震えてる。なぜ俺だけってなってるのかな、これ。そして日々さんから声がかかって俺たちは日本代表候補になったんだ。デザームがめっちゃ震えてる。緑川、君のプレーは前はどこか無理をしているようなところがあったけどね、今は心からサッカーを楽しんでるように見えた。だからイプシロンやジェネシスだったやつらとも互角に戦えるようになったんだろ。え、いいか、代表に選ばれたのは他の誰でもないお前だ。お前のサッカーが認められたんだ。大丈夫さ、緑川なら少しは信じろよ、自分のサッカーをさ。俺さ、もうちょっとで完成しそうな技があるんだ。え、何それ。特訓は終わりだって監督に言われてたけど。でもそういうことの話は別だな。必殺技が完成するまで付き合うよ緑川。ありがとう。なんで気づかれへんねー。ヒロト、緑川、いいね、チームメイトって。ヒロトの言う通り、やっぱりサッカーは楽しんでやらなくちゃな。サッカーを楽しむ。お前がいるとサッカーつまんないんだよ。トラマル、どうかしたのか。なんでもないです。今日は手伝い大丈夫です。母さんの具合もいいみたいだし、失礼します。おい、トラマル、トラマル、裏口から行った方が早いんじゃないか。すぐそこ裏口やぞ。裏もやんぞ。わざわざ正門から帰るだって。ヒロトと緑川を再びチームに戻すことができます。再戻しますよ、さすがにね。次の日、 FFI アジア地区予選2回戦当日。え、もう当日？早っ。いよいよ今日はカタール戦だ。やるだけのことやった。頑張ろうな。はい。あ、俺に任せておいてよ。青、緑川、自信たっぷりだな。天は自ら助かる者を助く。ヒロと特訓したからね、努力した者は報われるのさ。ふーん、ま、その自信が空回りしなきゃいいけどな。そんな挑発には乗らない。お前なんかにレギュラーの座を渡さない。おお、怖い怖い。みんな、そろそろ試験会場に向かう時間だよ。まずは控室へ行って準備をしないと。さあ行きましょう。しゃ、カタール戦か。いよいよ早いね。もうカタール戦かよ。さあ行くか。お前たち、カタール戦挑む準備できたか。はい。それではピッチへ向かう。ついてくるように。あ、そんなとこ宝箱あったかよ。さあカタール戦だ。FFI アジア予選2回戦、日本代表稲妻ジャパン対カタール代表デザートライオン。優れた身体能力と個人技のプレイヤーが揃うデザートライオンにどう立ち向かう稲妻ジャパン。本日は晴天に恵まれ、気温も試合も暑くなりそうです。じゃあカタールが結構若干有利と感じが。暑さの耐性がある。ほんと今日は暑いな。立ってるだけで汗が出そうだ。なんだ情けねえな。こんなの沖縄の太陽に比べは大したことねえって。
俺たちは津波さんと違ってデリケートなんだよ。デリ、なんだそれ。お、なんか来たぞ。アッサラーム、アライクム。こんにちは、ミスターエンド。アッサラーム、アライクム。うわ、びっくりした。お集めにかかります。カタールキャプテン、ビヨン・カエルと申します。今日の試合、お手柔らかに。では、アッサラーマ、ごきげんよう。わかんねえ、何言ってるか。なんか不気味な奴らだな。キャプテン、監督が呼んでますよ。そろそろ準備してください。あ、わかった。小暮くん、どうしたの？早く早く。どうした小暮？あいつら、汗一つかいてなかった。こんなに暑いのに、なんでだ？あー、もう日本の暑さなんてへっちゃらですよって感じか？アジア予選2回戦、秋に声かけよう。あ、この状況でブログを更新。お、飛び高のやつだ。飛び高さんも謎が多いやつ、あとちょっと怖いやつ。月のラクタさんがスカウトになりました。あ、これどうでもええわ。あ、スカウト仲間。スカウトのやつはもあんねん、これちゃんと。ついにカタール戦です。あれだけ走り込みもしたし、絶対勝てますね。暑さに負けないで頑張ってくださいね。暑そうやな。歓声がすげえわ。熱気もすごい。お客さんの。以上がスターティングメンバーだ。今回もトラマルと不動は控えに下がってもらう。いつでも出られるようにアップしておけ。いいな。はい。不動はどういう感じなの？せ、またかよ。あ、やっぱあれなんや。ちょっと不機嫌なんや。ああ。連れてきてくださってありがとうございます、響さん。今日はお店が定休日と聞きましたので。でも大丈夫なんでしょうか？あの子練習を満足にできていないのに。今日の試合、彼が鍵になるかもしれません。おお、アップしてる。あれでもベンチって5人よな。トラマルと不動だけな、ベンチ。飛びたかもベンチじゃなかったっけ。デザートライオン来た。さあ、スターティングメンバー。さあですね、エンドゴルルルルと、クリーマス、ゴイン、津波、吹雪、ライデン、なんか、あ、そうか。最後津波を変えたからか。ヒロト出して、緑川出して、まあって感じでいいかな。はい。さあ、相手はレベルちょっと見てみっか。14、10、12。え、弱くね？俺だって20ぐらいなんで全体的に。あー、でもそう、敵のキャプテンだけ20あるわ。ディフェンス、こいつディフェンスやのにシュート技持ってる。なんじゃこいつ。まあでも基本的には邪魔するやつら浮き飛ばせ。クリマツ、うわ、カタールのプレー随分ドラフですね。あ、マジか、やばい、みんな何してんねん。待て、ほぐれ、扇風機止めろ。オッケー、よし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 。まずはしっかりと運んでいく。で、栗松さあ、幻のリブル。じゃあさすがにな、さすがに。だって相手のキャプテンですもん。デザートストーブだって相手のキャプテンですもん。さすがにね、栗松さん、お前じゃ無理か。タックル、まあ TP 使わせるのもあり。オッケーオッケーオッケー。じゃあ待てよ、待て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 。一旦ここで栗松、豪炎寺、軌道に間入ってもらって、吹雪にもこう入ってもらうからの、違う違う、続ける瞬間にこれロングシュート、津波ブーストです。さあ、こっからまず津波の津波ブースト V2 ぶっかましていき、誰もシュートチェーンできんのかい。いや、日々使わしたし、これでかい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 。 TP 使わしたのでかい、これ。さあ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 、ゴイジ、オッケー、ナイス、突破できるか。いやー、でもデザートストーム来たな。来ないんですね。これは1点ぶち込める。このままいけ、ゴエンジ極限まで引っ張って、さあ
まずは先制点、爆熱スクリュー。砂漠の暑さ以上の暑さをまず追い回してあげようかな、こいつらに。この暑さに耐えれるかな、お前ら。はい、さすがに砂漠よりも暑かったか、高円寺のシュートは。いいぞ。あ、もうキーパー変えてきたね。前半にキーパー変えてくるはもうちょっときついんじゃない。あ、おいおい、ミスが目立ってんね。大丈夫か。ミスが目立ってますね。これはオーロラドリブルで一回抜けてクリマツにパスしたい。砂漠でオーロラ見たことあるかい。はっ、撃て、行け、クリマツ、推進シュートだ。さあ行け、ストーブライダーだが貝じゃない。止められるか、クリマツ。まあ TP からしただけマシか。 OK、 いいぞいいぞいいぞ、いい、まあまあまあ、ない。なんだか皆さん疲れてきてみたい、スピードも落ちてきたような。それは気のせいでしょ。まあ確かにデザートライはよく走りますがね。え、 GP が少し減ってしまったって、全体的に。ちょっと待てよ。うわー、これ大丈夫か。その状態でも勝つ高円寺のフィジカルやばいな。行くぜ。だが間髪入れずに流星ブレード V2、 休ませねえよお前らに。止められるかなこれ。はい、オッケー、もう勝ち、もう勝ちですこれ。もう勝ちです、さすがに。もう2点差やぞお前ら、どうすんねんこれ。勝てるのかって、私たちに、私たちに勝てるんですかこれ。まずいく、まあ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 、こんなものはまあ別にいいでしょう。お、バーニングフェイズ使ってきた。でもこれ前半のあれやからええわ。やばい、待って、かわせ、やばい、まずい、危ないセーフ。うわ、危ない。完成、ナイスナイス、緑川ヒロト、ナイス、オッケー、よし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 、無理に攻めなくていい。みんなの動きはだいぶ鈍くなっている、この暑さのせいでしょうか。砂漠でサッカーをしてきた俺たちにとってこれからだと当たり前。でも2点入れられてんだよ。いや、この暑さこそ俺たちの本当の力を発揮できるステージなのだ。鍛え上げれた体と無限の体力、それが俺たち最大の武器。さあもっと熱くなれ、そして砂漠に迷い込んだ哀れなタミットに敗北を。前半のラフプレーはそのため、稲妻ジャパンの体力を削ぐことが目的だったのね。でも2点入れてますけど。でも前半2点入れてますよ私たち。選手交代、トラマルいけるな。え、あ、はい、チッ、出番まだかよ。頼むトラマル。はい、トラマルを絶対入れろってことかな。トラマルと強援所フィールドプレイヤーしてください。じゃあここでいやー、クリマスまだいけんな。小暮がちょっときついから、トラマル入れて吹雪を下げて、吹雪下げての行こうか、これで行こうか。おし、なんや、あ、アイテムね、オッケーオッケー。まあ、アイテムなんて使わなくてもいけるでしょ。昔は小学生の頃めっちゃ使ってたけど、もらった。お前すごいとこからクリア。トラマくんやっぱりすごい。この前の試合と同じみたいにあっという間にゴール前ですよ。今だ、撃て、トラマル、お願いします。バックパス、せっかくの手動チャンスなのに。ふん、いただきだ。お前もすごいとこから。なんでこいつじゃないね、これ1個手前のやつじゃないね、キャプテンじゃないの敵の。ああ、デザートライオンにボールが。トラマル、決定的なチャンスだぞ。どうして自分で打たないんだ。だってゴインさんの方が確実だと思って、それに俺が決めたらダメなんです。どういう意味だトラマル。トラマル、まさかあの子まだあの頃のことを気にしてるんじゃ。
非凡なサッカーセンスを持つストライカーがいる。彼の存在は噂になっていました。彼が出た試合はいつも大差で勝つのが当たり前。そうでしたね。はい、ドリブルからシュートまで全部一人で決めてしまって。なるほどね。だがそれはチームメイトの活躍の場を奪うことでもあった。上手すぎたんだ。お前がいるとサッカーつまんないんだよ。そしてチームメイトはトラマルを試合から外すようになった。いつの頃からでしょう、あの子がシュートを打たなくなったのは。絶好のシュートチャンスでも自ら打たずにチームメイトにボールを回すようになった。自分を抑えて、あの子本当はもっとのびのびとプレーしたいはずなのに。自分のプレーをできなくしているのはトラマル自身なのです。え、確かに彼のズバ抜けたサッカーセンスを生かすためには優れた選手たちが必要。トラマルは気づいていないのです。彼の本気のプレーに応えてくれるチームメイトに。トラマル、さっきからなんだお前のプレーは。これが俺のベストです。俺のアシストでみんなが点を取る。それが一番なんですよ。はめてんじゃねえぞトラマル。お前稲妻ジャパンをそんなお前ごときがな目立てると思うなよ。いくらシュートを決めようが。すれば俺がみんなの活躍の場を奪うこともない。楽しくサッカーができる。調子乗ってんじゃねえぞてめえ。お前なんかな、いなくても活躍できるやついっぱいおるんじゃボケ。お前ができたとしても変わらんわ。ふざけるな、舐めるな。サッカーは人の顔色を伺ってやるようなものじゃない。見ろ、ここにいるのは日本中から集められた最強のプレイヤー。そして敵は世界だ。俺たちは世界と戦い勝つためにここにいるんだ。忘れるな。そうだぜトラマル。なんで聞こえてんねんお前これ一番最善の前線やぞ。なんで遠藤まで聞こえてんねん。全員が全力でゴールを目指さなくちゃ勝てないぜ。もっとチームメイト信じろって。チームメイト、今の思いをサッカーにぶつけろ。俺たちが全部受け止めてやる。キャプテン、ここにはお前のプレーを悲願だり邪魔だと感じるようなやわな奴は一人もいない。やろうぜドラマル。いいんですか、俺思いっきりやっちゃっても俺を驚かせてみろドラマル。はい、よし、みんなドラマルにボールを回すんだ。最後まで気を抜くなよ。お、トラマル TV が全開復。トラマルにボールを回してシュート出せよ。さあまずはクリマル。お、クリマルって誰。クリマツお前からや。お前から作ってけ。クリマツがめちゃくちゃしんどそう。だがお前なんとかやってる。クリマツ運べ。お前が運ぶんだ、かわすんだ。一人はツー。しゃ行くぜ。さあならこっちが相手が切れたタイミングでこっちがバーニングフェイズ行きます。トラバルなんたるボンミス。よくないねそのミスは。トラバルクリマツ。うわゴリ夢中ってもうバチバチに日本語の技使ってくるやんこいつ。日本人か、実は日本人なのか。まずい、なんだこいつ、まずい、なんだこいつ。ミラージュシュート、そんなもん関係ねえ。どっちも吹き飛ばせ。正義の鉄拳で。あ、実あれ元々実際だっけ。生ぬるい、なんて生ぬるいシュートなんだ。友情ボール、軌道が運べ、軌道が運ぶんや。しゃ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 。トラバル、まずい、トラバルがトラバルに打たせろ。待て待て待て、これこれパスしたらお前、これパスしたらあれや、ダメだ、トラバルの位置が悪い。トラバル
トラマル。おいトラマル、しっかりしろよてめえ。まずい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 、めっちゃ来てる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 。マジか。ガチか。まさかそこやられると思わなかったわ。ちょっと待って。じゃあこうしてこうしてこうしてこうこうかな。トラマルで攻めさせようかな。でイリュージョンボールで。マジかよ、なんかクソ強くないこいつら。あれなんだこいつら。はやばい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 、ちょっと待て待て待て、何が起きてる何が起きてる。こいつめっちゃ強い。髪の毛半分やろう、めっちゃ強い。トラマルいけ、撃て。トラマルの力がみなぎる。トラマル TV が全開力。けえ、トラマル。ずっと封印してきた俺のシュート。来た。シンプルにかっこいい技ねこれね。シンプルにかっこいい技、タイガードライブ。マジシンプルにかっこいいね。あれが宇都宮トラマルの本当の力か。すげえ、すげえぜトラマル。監督さん、あんたあいつの実力を見にてこのタイミングで投入したのか。確かにカタールの体力はすごい。でも彼らだって人間です。後輩になれば少しは疲れが出てきます。そうか、だから監督はみんなの体力を強化させ、前半でできる限りカタールの体力を消耗させた。そして後半からトラマル君が存分に動けるようにした。そういうことですね。選手には活躍すべき場面があり、チームに勝つべき状態がある。選手たちの能力を結集し出し切らない限り勝ち続けることは不可能。力を出し惜しんで生きる世界などない。ふんふんふんだ。ツンデレみたいになってる工藤が。もう終わりやカタールども。ほら最後はクリマツのフェイントで終わらしたろ。はい終わりだ。クリマツ遅っ。疲れすぎやろ。キャー勝ったんですね俺たちが。バカだ、我らデザートライオンがこんなところで敗れただと。そっちがライオンならこっちはタイガーがいるんだ。しかもとびっきり強いやつがさ。我の乾杯ですね。あなたたちの活躍をお祈りします。稲妻ジャパン。しゃあ。おお一気にレベル上がったね。不動結構レベル上がってんねんけど使えへんのかな。やったぞ、2回戦突破だ。トラマルよくやったな。このあれがお前の全力か。だが俺たちについてくるにはまだまだかかりそうだな、トラマル。な、お前あんま調子どんないよ、トラマル。お前でも俺まだ本気出してませんか。おい言うね。さあ次の試合も勝ちますよ。アジア予選くらいに立ち止まってられませんからね。なんか性格変わってないか。扱いにくいやつが出てきたな、キド。いいじゃないか、俺は大歓迎だぜ。でもこんなすごいプレイができるのになんでフットボールフロンティアに出てこなかったんですかね。確かにね、出られないんですよ。なんで
だって俺まだ小6ですから。小 6? 小学校6年生ってこと？直火やなってるやん遠藤が。なるほど、そうだったのですか。フットボールフロンティアは中学生の全国大会です。でも FFI は世界各国の事情を考え、15歳以下の選手なら誰でも参加できるんです。あ、そうなんや。小学生だったのかお前。だから甘く見てたらエースストライカーの座いただきますよ。いつか俺ゴーニさんも超えてみせますからね。ふっ、頼もしい仲間が加わったなゴーニ。あ、そうだな、もうエースストライカー多すぎやねんこのチーム。吹雪にゴーニにヒロトにトラマルに。出た、またこいつや。いい試合だったねヒデ。ヒデの言っていた稲妻ジャパンの問題点もどうやら解決したようだ。ああ、あのトラマルという少年はチームメイトを信じ、何より自分自身を信じるようになった。サッカーへの思いに正直になったんだ。彼はこれからますます成長するはずさ。なるほど。ふう、それより日本は暑いね。ジェラートでも食べに行こうよヒデ。ヒデ、遠藤を守る、そして稲妻ジャパン、やはり面白いチームだ。おお。一方その頃、世界の強豪たちもそれぞれに成長を遂げていた。あ、ブラジル来た。決まった。 FFI 世界大会進出はブラジル代表ザ・キングダム。ブラジル史上最高の選手の名高いマックロニージョの今日、マックロニージョ、今日も素晴らしく完成されたプレーでした。ヒャッフー。しかし本当にザ・キングダムは楽しそうにサッカーしますね。ロニージョ今日もかっこよかったよ。キングオブファンタジスタ、ブラジルの希望の星だ。そうだロニージョ、もうすぐ FFI 世界大会に向けて新しい監督が来るらしいぞ。あ、そうだったか。どんな監督になるのか楽しみだな。おう、アメリカ代表ユニコーン世界大会進出記念パーティー会場。お、それではここで地区予選で最も活躍した選手にインタビューをしたいと思います。一ノ瀬、素晴らしい活躍でした。さすがフィールドの魔術師と呼ばれるだけのことはありますね。あなたとドモンが帰ってきて最強のアメリカが完成したと言えるでしょう。きたー、ありがとう。へへ、これから FFI 世界大会が始まるわけですが、そこであなたが気になっている選手はいますか。ああ、いるよ。日本に俺の最高のライバルがね。へえ、カズヤがライバルを認める選手か。それはぜひ戦ってみたいものだな。戦えるさ。あいつらは絶対に世界大会まで勝ち上がってくる。俺は一足先に世界のフィールドへ行く。待ってるよ、エンド。おお、来た、一ノ瀬。さあ、次はいよいよアジア地区予選の決勝戦だ。これに勝てば世界行けるっす。なんか海みたいっす。なになになに、すごい音したぞ。なんだこの音。この感じ、確か前にも。まさか。なに、また会えたな、エンド。え、お前はまさかデザル？その名前はもう捨てた。私の本名は鷺沼治だ。鷺沼って、そうだったの。エンド、私はお前との決着をつけるために再び戻ってきたのだ。覚悟してもらう。お、ひとみこ監督。久しぶりね、エンド君。なんでひとみこ監督がここに？あら、このメンバーを見てもまだわからない？私たちは稲妻ジャパンに挑戦します。真の日本代表の座をかけて。
なんかガタイでかいやつが3体ぐらいおるぞ。え、次回予告？それぞれの決意を胸に、ついにアジア予選決勝へ。だけど、決勝に現れたのは驚きの顔ぶれだった。次回、アジア頂上決戦、世界への切符を手に入れろ。俺はみんなのキャプテンなんだ。おお、でであ、ロココかっけえな。ロココはほんまにいつか戦いたいっすね。ロココとも